はい、紹介しましょうか。タイトルはですね。翻訳問答英語と日本語行ったり来たり、はいえー、片岡義男と河野幸子さんはいの本です、はい。はい、左右者からこれも最近出たばかりなんじゃないかな。うん、結構あの最近読みましたけど、うん、片岡義男さんといえば、あの片岡義男さんですよ。 スローな武技にしてくれですよシティ,シティな感じのシティーボーイそう、うん、ボブ・ディランの「タランチュラ」とか翻訳されてたりあとジョン・レノンの「絵本ジョン・レノン・センス」とかもねっかっかやっぱり翻訳作品すごくあの片岡さん特に70年代かな、うん、80年代多かったし、うん、アメリカのそういうカルチャーをこう紹介当時紹介した第一人者でもある、うん、一方で河野須幸子さんはまあ現代活躍するあの翻訳家で「クセイの地獄だったりとかあと「ブロンデの嵐が丘」とかも。 主人公の女性が今までの嵐が丘間とは全く違うちょっと肉食女子みたいなふうに書いたり<ー>あのすごく僕は翻訳家として面白しろいかあの人だ今現代の翻訳家でもすごく注目すべき人だと思ってるんですけど、うん、実は河野さんがすごく片岡さんのことをリスペクトしていて<ー>でその2人でじゃあ翻訳について話しましょうつって、えー、っとできたのがこの本なんですねこの話はですね。<laughs> すっごい面白くて、実は、えー、とジェーン・オースティンとかレイモンド・チャンドラーあとサリンジャーモンゴメリカポーティブロンデあとアランポエドガー・アランポー、うん、この、えー、と7名の作家の具体的な作品をですねまずねこうオリジナルで最初あの見開きに書いてあるんですよあつまり具体的に英語で書いてあるでそこのえとこれだったらサリンジャーの「あのバナナ・フィッシュ」 まるでえっ、ー、とこれさ柴田さんだとさバナナフィッシュ日和だしさうん、うん、あのまああのまずタイトルからタイトルからまず違うんだけどうん、うん、まずここの一ページを僕だったらこう訳すね私だったらこう訳すねっていうことで見開きで右側が片岡訳、うん、で左側が河野訳なんですよ<ー>で二人で声のって自分が訳してきたものを見せ合ってで えここのこれってこう訳すのみたいなことをこう2人で話し合う超マニアック翻訳本確かに、うん、だけど実は僕がこれがすごく面白かった例えばバナナあの「バナナフィッシュ日和」ってあの、うん、誰だあれだサリンジャーのね、うん、で最初あのニューヨークのこうホテルのシーンから始まる。<う>でまあ、そこであの 507号室の女がまあ電話をかけようと思ってあの電話の交換のね空きをこう調べてでも全然それがね全くこう。 つなんだろう繋がらないみたいな、うん、そういうところから始まるんだけれど、うん、まずはそのねじゃあその「女」って書くのか「娘」って書くのかによってやっぱり全然こう受け手の印象って違ってくるじゃないですか。で河野栖希子さんはあえて「娘」っていう言葉を選んだんですよ。うん、でそれはなぜならここでこういうふうにハンカチーフが書かれてるからとか彼女なりの理由はある。うん、で一方で片岡さんが「女」っていうふうに書いたのはこういうわけで、うん、それぞれだから正解があるわけではないんだけれど、うん、自分の中でとことん付き オリジナルを突き詰めて、うん、でそれを自分の中でこう一度なんていうのよく噛んで読むというか、うん、でその上でこういうふうにものを自分の,その媒介者として翻訳作業をしたみたいなことがすごくねあの正直に書かれていて、うん、あこんなプロセスでまあ翻訳って究極の二次創作だと僕は思うんですけれどそれをこうどういう,ふうまあ答えというよりはそのプロセスみたいなのがここまでなんかこうあらわにしちゃう。 っっていいうのもすすごいなぁと、ね、思ったんですよねだからあのあともう一個読みどころはノスさんと片岡さんの最初の対談のところが面白くって「<ー>翻訳って何?」みたいな<ー>かなり根源的なところ多分これ2人で深夜でね酒飲みながら話してないとこんなとこまでいかねえよっていうぐらい濃厚なとこまで行くんですが。うんあのー あそうだ例えばさ面白いビートルズのさあのノルウェーの森って定着してるけど、うん、あれって森じゃなくてウッドだから実は家具の素材だからそれ,、ね、それよく言われてるんすよねああいう話から、まあ、そういうキャッチーなところから始まりつつ実は日本ですごくこういい翻訳っていうふうに並ぶって翻訳って翻訳者が透明だといいって言われるんですよ。 まるでオリジナルのじゃあ何だろうな、うん、ジェーン・オースティンが書いてるかのような日本語の文章っていうつまり翻訳者が透明であるっていうことが実は日本,語の、えー、日本における翻訳のこう今までの正しいやり方だったんだけれど実はアメリカとかだと違っていて作者というよりはまるでそれがこう自分の中にすっと素直に入ってくるっていうのが透明な翻訳としていい。 例えばまあ仮に村上春樹作品の中にお祭りのシーンがあってそれをロシア人が翻訳したとしたらば普通、オリジナルに忠実だったら日本の祭りはなんとかって注釈入れるじゃないですかだけど海外だとそれをまるでロシアのお祭りに置き換えてしまって書いた方がその透明性という意味ではすごくいいって言われるんだけどそれってどっちがいいのかねみたいな話をしたりしてる。どっちがいいの だから答えを探すから翻訳問答なんだ。だ <laughs> 気になるよね,ね、えーまあ、これも読んでみてください。うん、はいというわけで、<え>はい。じゃあ翻訳っていうとね、本当にそのさっきのその透明な話じゃないけど。うんうんうん あんまりそこになんか創作二,次二次創作ってイメージなかったけどこうやって二者がこう対比されて <laughs> うん、うん、それぞれがまた違う答えそれに対して考え方があるって言ったら、まあ、それは確かに二次創作の話だ,ねだよね。というわけで無理やりテーマの中に差し込みました。 Thank you